ボシャボシャ。そうです。今日はですね、こちらのトレイ持ってきました。じゃん。雑草まみれで何が乗ってるかのかすらわからないトレイ。こいつをね、ゆっくりと掃除していこうかなと思い、持ってきました。マジで何が乗ってるかわかんない状態です。一応ね、そこまで素材的なものが乗ってるわけじゃなくて、漂白系のトレイなんですよね。これとか、八つぶさ、土書。こういうのが乗ってたりするんで、まあ、綺麗になった時は見応えあると思うんで、一旦、今日もね、何が乗ってるかわかんない、この状態から始めて、どこまで綺麗になるのかっていうところをね、見て楽しんでもらえればなと思います。ちょっと暗いっすよね。この辺がね、半分暗いんですよね。どうしてもね、照明が当たらないんで申し訳ないんですけど、とりあえず雑草だらけっていうのは伝わりますかね。もう全部雑草なんですよ。雑草がひどい。この秋のね、一成長があるんで、雑草も盆栽も秋の間にググッと伸びてくるんで、手の届かないところにある鉢はね、どうしてもね、こうなっちゃうんですよね。難しいところなんですけど、ちょっと一個ずつ、一回退避しましょう。退避して、一回トレイを先にきれいにするっていうのもありかもしれないですね。そっちの路線で行ってみよう。トレイをきれいにして、で、鉢からも、もちろん雑草をこうやって生えてるんで、綺麗になったトレイに、鉢から生えてる雑草とかを綺麗にした状態のやつを戻していく、そんな感じの流れでやっていければなと思います。これは心拍の刺しとこですね。ブレステラに刺した心拍の刺しとこ。こういうのはね、来年曲入れて鉢上げしたりとかしても面白いだろうし、夢が詰まったトレイとなっておりますので、綺麗になった姿をね、お楽しみにということで、これも心拍の挿し木トレイですね。挿しとこがいっぱいあるな。挿し木トレイじゃなくて挿しとこね。これとかはめっちゃ黒松なんだけど、うわ、暗いところにあるから見づれ。ちょっとこっち持ってきましょうか。ドン。これ黒松なんですけど、雑草が生い茂ってひどいことになってる。やっぱね、棚の作り方考えた方がいいですね。手が届かないような作り方はね、やっぱダメですね。この手が届かないとどうしてもこの雑草とか放置しちゃうんで、ちょいと考えなきゃいけない。で、雑草がほぼほぼ生えてないような鉢とかもたまにあったりする。これ五葉松ですね、青い。これで一通り取れたかな。あ、まだあった。これは石化ヒノキですね。雑草がひどい、すごいことになってる。はい、これで一通り鉢がどきました。これね、今こういう状態なんですけど、わかりますかね。で、こいつをひたすら綺麗にしていくと。大変だこりゃ。根っこと砂が絡まってるんで、こう砂をね、できるだけ残したい。可能な限り残したい。そして根っこは可能な限り除去したい。なので、振って、あとは水かけて。あー、水出るかな、今日。濃いホース持ってきました。一応ね、水は出るっぽい。水出るっぽいんで、こう、根っこについた砂をね、流し落とし。どうしても取れないやつはいるんですよね。根っこが、ね、細かすぎて。根っこと根っこの隙間に入り込んで、こう、水流しても落ちない砂っていうのはあるんですけど、まあ、多少はしゃあない。多少は抜けてもしゃあないから、可能な限り、雑草からね、砂を落としていきましょう。
もう暗くて見づらい何やってるか全然わかんない。映ってんのかな、編集するまでね、実際のお届けする明るさがわかんないんで何とも言えないですけど、だんだん空が明るくなってきました。もうちょっとでね全体を見ながら、この雑草が取り終わる頃には多少明るくなってるかな。頑張ってまずはこのトレイをきれいにしていきます。はい、綺麗になりました。トレイがこんなにまっさらな状態になりました。いやー気持ちがいいですね、こんだけ綺麗になると。でここに先ほどどかしたこいつら雑草いっぱい乗ってるんでね、こう雑草を除去して綺麗になった状態でトレイに戻していきましょうというところで、まずは一鉢目石化ヒノキ、まずこいつきれいにしていきます。はい、雑草きれいになりました。もう細かいのは残ってるんですけどね、しゃあない、多少はしゃあないんでこれで戻していきます。じゃん、石化ヒノキね。で次が心拍の刺しとこ、これも雑草きれいにしていきます。はい、綺麗になりました。これもトレイに戻していきます。根っこはみ出てるけど、まあこれぐらいだったらそのまま放置でいいでしょう。で、もう一鉢あるんで、こいつも綺麗にしたのでトレイに戻します。いいね。はい、次。これも石化ヒノキですね。石化ヒノキさん。これも綺麗にしたのでトレイに戻していきましょう。ちょっと茶色い葉っぱが気になるね。まあまあまあ、どっかのタイミングで綺麗にしましょう。でお次はこれなんですけど、これはねもうほぼほぼ雑草ですね。本体これこれです。こいつこいつ、ちょっと掃除しますね。はい、綺麗にしときました。本体はこれだけです。めちゃくちゃ小さいんだけど、これだけスペースに余裕があると雑草がね、種が飛んできて生えてきちゃう余裕がありますよっていうことが分かりましたね。今回ちっちゃい鉢に移動しようかな、これは。はい、行きましょう。次はこれ心拍ですね。心拍さん、雑草掃除します。はい、掃除しました。こんな感じですね。めちゃくちゃ綺麗になりました。で見た目はこんな感じの心拍です。まあこれはねちょっと今枝間延びしてて、まあ、針金かけてねギュッてしちゃえばギュッてしちゃえばもう本当にコンパクトな心拍作れることは作れるんですけど、まあ、ちょっとねそれだと面白くないかなということで、内側から胴吹きしてきてる芽たちがあるんで、それが出てきた頃に今立て替えてコンパクトな姿をねしっかりと作っていければなと思っております。だから今年は中をすかしたんですよね。中すっかすかにして、これとか見たら分かりやすいかな、中こんな感じで枝抜いてすっかすかにして、中に光が入るようにして中からの胴吹き芽たちを育てているところ。はい。で今はこうもっさりなんですけど、もう少しねギュッとしたギュッと小さく固まった姿で作っていこうかなと思っております。まあ人によってはこれぐらいな感じでもいいよっていう方もいるかと思うんですけど、もうちょっと塊感が欲しいなっていう感じですね。心拍の6番でした。はい、次行こう。じゃん、まあ、これはほとんど雑草ないな。肥料だけは取っとくか。はい、肥料取り除いときました。綺麗になったかな。はい、でこういう感じの見た目、頭と差し枝の方の枝徒長させて、
で、まあ棚を作りたくてね、ちょいといらない枝透かしたんで、ちょっとなんかスッカスカになっちゃったんですけど、まあまあ少しずつね、ゆっくりゆっくり作り直していきましょうというフェーズの八つぶさの大魔性の図書ですね。はい、そんな感じの人はしごもありまして、でお次はドン八つぶさ図書の挿し木ですね。これも足元雑草生えてるんで綺麗にします。はい、足元掃除しときました。まあこれは挿し木素材で、まだまだ走らせてるところですね。まだどうにもなってない、形も姿も出されてない状態のこんな感じの挿し木。まあただ細い枝を挿し木したんでね、ここまで太ってくれたかというのもあるんですけど、まだまだこれからって感じですね。 OK、はい、こんな感じの素材、意外に素材多かったですね。なんかもうちょっとしっかりしたのいっぱい乗ってるかなと思ったら、素材素材してました。ということで、はい、こちら最後クロマツですね。これも掃除します。はい、掃除完了しました。やだ、全体像はこんな感じですね。これも上飛ばして下だけで作っていこうとしているクロマツちゃんなんですけど、まだまだ元気が足りないですね。もう少し樹勢上げていきたいところ。多分土の環境が悪いと思うんでね、そもそもこのトレイに乗せたくないんですけどね。でこれ一生乾かないんで、この砂トレイに乗せてると。なので多分クロマツの生育環境には合ってないと思うから、あまり好ましくないんですけど。であとこれありました、すいません、ラストこいつ掃除します。はい、完了。葵さん、葵八つぶさ、ん、五葉松の葵ですね。OK。はぁ、これで終了です。で、トレイに戻し終わったんで、これから水かけて、馴染ませて、それで、完全に終了。最初ね、朝暗くて見づらかったんで、ちょっと、ビフォーアフターの比較がしづらいと思うんですけど、この雑草まみれで何も見えなかったトレイが、ここまで綺麗になりました。ああ、気持ちがいい。朝からね、いい仕事したなと思います。OK です。じゃあ、そんな感じで、本日の作業は以上です。